どうも空中ボーイの日向です。ということで今日の試合止まってるホステスの前から振り返っていきたいと思います。まずは初回、先頭の野間がツーベース、そして菊池が送りバントを決めて3番海斗くん、ここをしっかりショートゴロ放って1点を先制と、これで37イニングぶりの得点。本当に長かった。中日3連戦後3連敗完封負けして、さらに阪神1戦目でも完封負けてるね。もう意味が分からなかった。何が起こってるのか分からなかった。状況が受け入れられなかったあの日々なんですけどね、やっとその地獄から抜け出せたということで本当に嬉しかったですね。で続く2回、チャンスの場面でバッターが翼タイムリーヒットを放って、さらに2点目と。翼もね、去年の打率は1割7分2厘で、一昨年も2割前半ということでね、ここ数年苦しんでたんですけれども、今シーズンに入ってから9打数の3安打、打率は3割3分3厘ということでね、好調を維持している翼、この翼のタイムリーで2点目で、さらにチャンスの場面でバッターは野間、タイムリーで3点目と。水曜得点圏は3割3分3厘のウェンズデー男野間で、さらに阪神戦でも去年は3割6分5厘放ってるってことでね、阪神キラーでもある高吉がここはタイムリーを放って、でさらにチャンスの場面でバッター菊池、これまたタイムリーでカープが5点目。菊池はね、阪神戦2割3厘、得点圏では1割6分7厘とあんまり打ててなくて、で、火曜日の試合でもチャンスで三振したりしてたんだけれども、水曜得点圏は3割7分5厘ということでね、野間に続いてこの菊池もウェンズデー男。王がここでもタイムリーを放って、で、さらにチャンスの場面で小園、これまたタイムリーで6点目と。水曜打率は3割1分1厘、得点圏によって4割4分4厘の、またもや3人連続ウェンズデー男ということでね、今日は1番から3番までが全員水曜打率3割超え。そういう打順でしっかりとそのデータ通りの活躍をしてくれたということ でさらに海斗くんは阪神戦の得点圏で12打数の6安打の5割、去年もすっごい打ってくれてて、その阪神キラーの小園くんがここでも打ってくれたと。ただ4回の裏、タイガースは2アウトランナーなしでバッター森下ホームランで1点を返すと、この森下カープ戦の打率は3割2分8厘、去年のホームラン10本中3本がカープ戦というね、カープキラー森下で、このホームランで今シーズン3本目のホームラン、これ11試合目で3本目、143試合換算したら39本、2年目じゃないって。さらにこのホームラン3本っていうのはリーグトップで、8打点っていう記録はリーグ2位ということでね、主要タイトルで上位に食い込んできていると。2年目じゃないって。その後6回の裏、タイガースの攻撃、ランナー1塁で場面でバッターはテル、インコースのボールうまく払っての左中間へのタイムリーヒット、とでも言ってを返すと、弟が打ったら俺も打つと言わんばかりのバッティング、アイブラック兄ちゃん。このテルもね、水曜打率は3割8分6厘とウェンズデー男がしっかりと結果を残して、で火曜日の試合も2安打を放っていたということでね、調子が徐々に上がってきてるアイブラック兄ちゃん、明日の試合も怖いです。で打ったボールもインコースの厳しい球だったんだけど、あれを払って左中間、普通のバッター抜けてかないよ、普通にセンター回り込んでランナー2塁3塁っていうのが定石なんだけど、やっぱテルは桁違いのパワーを持ってる。
ルーキーから3年連続でホームラン20本以上というね、甲子園ホームにしててのこの成績だから、もうやっぱりね、パワーはトップクラスの選手だなと思いました。で、先発のアドワを6回途中まで投げて被安打6の2失点というね、ピッチングで2勝目を挙げて、まさかのチームトップの勝利数、それをアドワがやっているというね、嬉しい誤算がここで生まれているわけだけれども、今日も手元で動くムービングボールとスライダー、切れ味抜群のスライダーうまく操ってたんでね、次の登板も期待したいなと思います。うちの打線は3回からは無得点と、タイガースリリーフ陣、漆原、浜地、島本、岡留めにね、無得点に抑えられてはいたんで、やっぱここら辺はね、リーグトップの救援防御率を誇ってる阪神、本当にうちの試合は去年通りの成績を見せつけられてるなって実感します。で、明日の試合は大瀬良と西勇輝ということで、カープ戦得点圏4割2分9厘対大瀬良7割1分4厘の得点圏の日近本に気をつけつつ、木曜得点圏3割1分3厘、カープ戦の得点圏は3割6分の最多安打男中野に気をつけつつ、対大瀬良5打数3安打の2ホーマー、そしてカープ戦の得点圏も4割の2年目じゃない男森下に気をつけつつ、木曜打率3割4分3厘、甲子園得点圏3割4分5厘の最高出塁率を大山に気をつけつつ、カープ戦2試合で6打数3安打5割徐々に調子を上げてきているアイブラック兄ちゃんテルに気をつけつつ、カープ戦得点圏3割6分4厘、去年放った9本中4本がカープ戦というデータ壊し男セルドンに気をつけつつ、木曜打率3割2分8厘、西勇輝登板時は3割9分2厘の恐怖の8番木浪に気をつけつつ、西勇輝登板時4割4分4厘、木曜打率4割6分2輪のダーに気をつけつつ、なんとかカープ頑張ってほしいなと思います。でね、今日も50人を超える視聴者の皆さんから声をかけてもらって本当にありがとうございます。嬉しいです。はい。で、差し入れもね、ほんととんでもない感じもらって、まだ食べきれてないんでね、明日試合を見ながら食べていこうかなと思います。はい。で、明日もね、球場飯も食べながら楽しく熱く観戦していきたいと思います。ワクワク甲子園最終日ということで、今日も一日お疲れ様でした。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。